で始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあスタートボタン押してください。はい、A 兄弟の方ですね、てめえの頭はハッピーセットガヤチームから後輩者白面、そしてクレスヨシキスズメのチームから、先方クレスツバキですね。じゃあちょっとよろしく、あの僕の試合の間、すいません、じゃあイスラーさんに代わってユイカがマイク持ちます。さて、わざわざ関東からクレスさんとヨシキさんが来てくれたみたいですね。開幕チャージして、さあクエダがここ決めて画面端、あー、バレつぶしになっちゃった。点検かわせ、一気に状況有利、昇竜拳くだらない、独身追加かわせ、体力リードめっちゃある、ポータル当たって OD、 これどうなんの、ミスる、昇竜拳、さあシップガードして、クーダーして昇竜拳、やっぱり強い、拾い直す、カーゼル吹っ飛ばして、追加が当たる、勢いがある、わらくんみたいです。食べて、クーダー、なんか今のクーダーめっちゃわらくんに似てるな。はい、さあわらくんの師匠上を見ている、シークシー風中段になぜか西暴れ、さあ勝利打って、もう1回、この試合だけで勝利4回くらい当たってますね。 C を重ねる、殺すボタン、 6C からクラッシュ処理が 6BB から、これはいったな、急ぐ5があるから、これどのぐらい減るのこれ、お最低保障1300ある、最強キャラじゃん、最強キャラさあ勝利打って、あ遠征肩の力抜いてこうと、相手チームから遠征はよしこチーム以外にはいないのかな、一応九州勢の方が一人来てくれてますね。あとはまあ東海の岐阜岡崎とかからくらいで、まあ基本的には東海勢の取り合いになるのかな。さあ白魔同士、すっかり FF に職を変えてしまったウィスラさんですが、称号も光の戦士、さあ FF で培った技術を果たしてブレイブルに生かされるのかな。よすみ、クーダジャンビが強い、ダシから FL からのぼったくりが当たって、多段中段からの下段ブレイド、さあ8くらい限定コーン、差しから吹っ飛ばして壁バンする、さあおみくじタイムが始まって、前提しちゃった、違うと言ってる、 FF に前提はないらしい、 6A から締めて、さあずっとブレイブルをしてる、うまい、くぐって緑が通って、いやブレイブルらしい終わり方でしたねさあ一瞬で終わってしまった、コンボしてスパイク、サボをリリースしたい、クーダジャンシーが暗い判定が下がってるせいで当たんない、バースト4で 6A4B 2DD から、位置分かるのかなこれ、中央でコンボミスってるけど、4で 4B、 いやー一瞬、まさかまさか、あーあー、なんだこのゲーム、
ゼロ点一瞬で。どうぞどうぞ。いやー、 FF には前提はなかったよ残念ながら。はい、というわけであっという間に1回戦の方が、0回戦の方が終わりまして、次の試合ですね、リア充を打ち上げ花火 VS 絶対行きます。リア充を打ち上げ花火、卓上口のアルグで山田さん誠対絶対行きます、ジョンジングレイルースチーム。さあ、遠征名物、遠征と言っていいんだよな、微妙な距離だけど、まあ、あの全国予選に来ると身内と当たるというよくあるあるな何なのその喋り方おい、すごい今なんか気迫のこもった報告の仕方をしたけど、あ、どうぞ始めてください、大丈夫です、じゃんけんしたんだよね。おお、これね、すごい気迫のこもった顔でね、今ね縦に揺れながら先方は楽でねって言ってきたから、これもう虫だらけにしてやるという、このちょっと気迫を感じますね。さあ、ジン VS 荒くね、トーナメント表の方、そういえば誰も書いてないよね。まあちょい行きましょうか。クレス・ヨシキの進め、で向こうはまだ試合中ですね。さあ殺せ、補正切り、ゴービー2段目、空中ガードをミスってしまって、石井体育からのーっとミスったなんか滑ってバックステ読みが当たらず、前ステからのスライディング、もう一回、さあやや卓上ワールドに入るなんだというのだ、そして反撃の方法が手慣れている。そうね、今の追いかけて 5C6C ってもう入るって分かってて打ったみたいな感じの、やりすぎですよね、分かってますけど、これが狐さんではあるわけです。さあ投げを通して、さあまだ分からない、補正切れて、吹雪走った、あ、程度を読んでいた、ワンチャンス、ここでバースト、ゴシ吹雪避けて、さあジャンシーからのダイブダイブ、直下して反撃、楽につけて、さあこれは辛いか、さあしかしバーストがたまるたまる、そして最終ラウンド、うまくフォローして、スカッタ戻ってきて、西対空凍らせて、ここでバースト入っていく、ただの西カウンター、いろいろあってゴーファン、ゴシー置いていたがダメ、潰されて、あ、 B 形態終わりますかね。はい、勝った方のチーム申告をしてください、よろしくお願いします。この程度だ、
では次いきます。B 筐体ですね。卓上の、あ、違う、なんでもいいっす VS ノーマミサノーライフ。なんでもいいっす VS ノーマミサノーライフ。はい、手挙げてください。ノーマミサノーライフ。あ、いた。はい、じゃんけんして、ワンピース。あ、もう済ました。はい、じゃあキャラの申告だけお願いします。またはい、じゃあ B 筐体始めてください。これはどうだ。なんだ、なんだ、退屈だ。面白い。次はレバンだ。まだ置く。ここはまだ置く。やれ。ここはどうだ。まだはロイ。行け。ここは。次はどうだ。対空通して走って、受け身ガリガニ A2B だとダメだった。じゃあ、なんかいろいろ位置入れ替わって、何かパラアンダーブロークラッシュ処理が助かって2発目が当たっている。さあ、嫁さんのゲージがなくなって、カメハシ10、おー、ジャンエイが強い。メスに値する弾。レボン2アクション。ここはカウンター。面白い。コメット置いて、置き詰め、投げは抜けて西から嫁殴る、落とされて裏に回らない。暴れを通す、ロクシーからランダーブローにしてしまった。投げて落として、ルナティックアッパーまでいかないよみたいなアステロイド部分打つと思ったみたいなね。もうあれしかフォローがないけども、あえて打たないみたいな。さあ、叩き落として置き詰め、 2B6C ランダーブローガーキャン、さあグレイさんしのぎたいが、クラッシュトリガー漏れた。ここは投げてガーキャン読みだったがダメだった。そしてさあ、お互い追い詰められて気持ち、ああいろいろあってバースト使っていく。ガキャン逃げ切った。危ない危ない、デンジャー状態でした。まあ、とりあえず取り返してバースト状況は誠より、そして大き攻め、バックステ勝っていたが、ミスったが補正切り、これは美味しい。コロナアッパー、そして大き攻め、これはバーストが溜まる前に決着をつけれるか。ガキャンクロー、おー、コロナアッパーが使って、これは美味しい。さあ、レディウスに逆が吹くか、取り返せるか、カウンターが投げ受け、コロナアッパー、コパンコパン、コロナアッパーバースト温存してたけれども
死なない読みでしたけどね。さあグレイさんの後に大将出てきます。先ほど卓上さんを倒しました。グレイさんじゃないジョンさんの陣。ジン・キサラギ。マコト・ナナヤ。そうそう、今日はね、そういえば言ってなかった、配信では言ってなかったですね、カモスコードロケテストがちょうど同じ会場で行われております。アーマースクエアね、ビューリックスが3セットありまして、その3セットのうち、4セットありまして、その4セットのうち3セットをまあ予選で使わせていただいて、1セットはまあロケテストで使用しているっていう感じですね。まあブレイブルーの予選だけじゃなくて、カオスコードの新バージョンとかにまあちょっと興味がある人はよかったら見に遊びに来てみてもいいんじゃないでしょうか。ロケテストは明日まで行っております。へえ。ちなみに来週は今度はブレイブルーのクロノファンタズマバージョン 2.0 のロケテストが、アーバンではないですけど目の前にあるオース大東さんでやるみたいなので、まあ、またオースに遊びに来るっていうのもいいんじゃないでしょうか。僕は仕事です。さあめくっていく記憶月明、ここはバーストも取っておく。おっ冒険だったか、さすがに無理。タチパン、膝線、しゃがみくらい 2D からのさあ浮き攻め、アウト、通り越した。これは惜しい。コメントが負けた。裏に回っている、バックステップが前ステップに化けて 5D からのいろいろあって 3C2B 当てて凍らせて、コパンをさすが届かない。下段、おっとレベルミスったが、これはラッキー。バースト吐かして投げ抜ける、5C 2C、 ここまでは読んでコロナアッパー、起き上がり 6A から、なんだガンダム反対側に、これはまずいんじゃないか。残った、バーストはけなかった。勝ったのはジョンジンということで、絶対いきますチームの勝利です。裏に回ったらコマンドが漏れたけ、あー非連鎖を打ったらと衝撃になっちゃったみたいな感じですかね。あ、ですよね。まあしょうがない。さあでは次に行きましょう。ご小さな難民 VS 愛のわがままに、わがままに僕は駒投げだけをこすらない。はい、両チームいらっしゃいますかね。はい、キャラクターの戦闘を決めたら僕に報告をしていただいて、あとチーム同士でじゃんけんして1ピー2ピーのセレクトがあるので、はい、先方キャラクターの申告をお願いします。
い、じゃあ影響体 OK です。始めていってください。そうだ、あと紹介するのを忘れておりました。今回ですね、関東の方からお越しいただきましたよしこさんたちチームからですね、お土産いただいてます。横浜ベイブリッジサブレというお菓子をいただいてますんで、適当に、参加者の皆さんでつまんでやってください。あ、北九州から今なんかあの落としてボロボロってなっちゃいましたけど、大丈夫ですね。大丈夫です。はい、今いただきました。なんか北九州のあのお土産ということで、これあれですね、あの愛のままにわがままに駒投げだけをこすらないチームのタカさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんどうぞ、皆さんで食べてください。あ、どうぞスタートボタンを押して始めてください。Please select your character. Yuki Terumi. The Wheel of Fate is turning.Rebel One, action! なんかミスって誰が ?6C がミスる。はい、では次の試合 B 兄弟いきます。ちびっことおじさん VS チーム神風。さあ対空がいい位置で決まった。ちびっことおじさん対チーム神風。さあ B 兄弟の方の試合ですね、じゃんけんで 1P、2P セレクトとキャラクター先方申告をお願いいたします。ちびっことおじさんチーム、どっちが先に出るか。はい、申告をお願いします。了解です。はい、じゃあ B 兄弟始めていってください。おお、水地が使っている。さあまだチャンスがあるぞ。投げ使って紫投げ抜けれなかった。さあこれはチャンスがあるぞ。 6D 使ってウロボ当たるがまだわからない。あー、西引っかかった。地上に降りてからでしたけど、さあ続いて時報戦。さあこれはバルケンとテイガーですね。ずいぶんと人口をまあ多岡かもそうなんですけど、バルケンハイもだいぶ人を減らしております。まあ、その中で今回のねバルケンテイガーが実際のところどうなのかっていうのはまだ分かんないですけど、僕にとっては。
届かないか、侮るな。さあここ無理をしないが引っかかる。バクセ距離を取って、さあ怖いがゴシ引っかけて、橋がちょっと高かった。ジャンシーから、さあ狼ゲージを順調に回復させていく。マイビーカウンターヒット、ここでバースト使っていく。さあじわじわと当たってしまった。あの少し引っ掛けるがジャンシーから見せて、立ちフォロータックル、ゲダウン、しゃがみくらい。さあしつこくしつこく下段、そして避けられたら無理をしない回避する。飛び込んでスタートロックカウンター、ゴシーゴディ、磁力をつけて、これはああタックルが当たらない。カウンターヒット、おいしい。6C3C ダウンオーバーライブ読めていて、距離を取る、ここは無茶をしない。さあ OD の時間が切れて、さあ体力差が広がってきた。もう無茶をしないバルケハイン側、消費で締めて勝ったのはリクテイバルケン。さあそれでは次の試合に行きましょう。こっち 2-0 ですね。はい、では行きます。アツシ、アツシ VS パニッシャーズ。いやよく来たね。それ以上に私にも行わなければならないことがございます。あのアツシという名前のカルル使いを一人倒せば勝利となります。パニッシャーズチーム、さあチームパニッシャーズはテイガー狭間、対するはカルル一人。どうぞ。Please select your character. さあ影響体、何気に最近ちょくちょくやっている長倉カルル。さあ2人抜く必要があります。1人で参戦しても残機は1機です。おーっとジャンシー引っ掛けた。リバセ避けて 8D 引っ掛ける。着地下段バースト 8D。 さあ姉を盾にして、さあ長倉ムーブ健在。ここ手だ、クラッシュ処理が 5C、 コンボミスって引っ掛けて、さあ死体殴りまで入れ込み、1ラウンド目長倉カルル、そして2ラウンド目、あやりすぎじゃないのか。それはめぐりこれらがどうからの、さあ自由すぎる構成切り、これが強いんだよな。めくりです。
からのバースト。これはちょっとだいぶ追い詰められてしまったが、体育自由すぎる長倉の。あ、これ長倉さん宛てのコメントかな。いや、なんかあの長倉さん宛てのコメントかな。ここ今日は荒くね参加してても出るんですねっていうコメントをいただいてます。はい、はい、B 筐体の方ですね。次の試合いきます。パチラー VS ゲームマスター。はい、手挙げてください。チームパチラ、はい、ゲームマスター。はい、じゃあじゃんけんして、あと先方キャラクター決めたら僕の方まで申告をお願いします。なんかね、このアツシさんのカルルがどうも公式大会でテイガーに勝ったことがないと読んでいるというか、自動でガードになったというか出ない。じゃあ B 筐体始めてください。余計なことしてしまって、さあこれでこのアツシカルルが随分と押してますね。挟み込んで、さあこの形にさえ持ってこれれば美味しいが、よくガードしている。あー、西井ですよね。グレンパニッシュ、そして特製この投げ中断。これはこれは長倉思わずのけが、熱い長倉って言っちゃったら、のけぞる。あ、これはあ、引っ掛けたが、オディただ避ける、蹴るよ、取る方向。さあ西井間に合っていないからのめくり当てるが、バースパック食らう。なんかいろいろあって、なんかいろいろあって、西井バレている。読んで西井コーナーうわー、もうなんかあれだね、ジンクスは超えられなかったねまだ生きてたけど死んじゃった。はい、ということで勝ったのはエパニシャーズ。心得を信じろ。いやー、夢をありがとう。もうね、西井こすられる未来が見えてるけど、補正を切られずにはいられなかった。はい、では次 A 筐体、アッセン VS クロシク、クレスヨシキスズメ。もうさーて、はい、じゃあ先方お願いします。はい、了解です。じゃあ A 筐体決まりましたので、スタートをして始めてってください。余裕の余裕の凱旋。あ、応援ですか。あ、プロメテさんって言っちゃった。小池さんにいらっしゃいました。ありがとうございます。暇だったらよかったらマイクでも
あ、ご飯食べる。あ、了解です。まあいいよ、どうぞどうぞ。うん、予選中です。今日は誰が抜けるのかなと。この近所に住んでいる小池さんが随分と遅起きのあ、そうなんだ、普通に起きてて。あ、なるほど。あ、途中まで見てた。現場に来ていただきました、ありがとうございます。近いんだよな。さあ遠征来ております。クロス巻き、ダウン取って、まだコンボあった、弾置いてるの。置き攻め、ジャンシー C からの手だがスカル、下段、ここは単発ドンめ、動かない、バスして反対側逃げる、チャージする、さあ駒投げですって、端まで持っていく。さあ状況重視して、暴れる、補正切れない、カッティングシア、めくりに西、暴れ潰しになった。さあ発動する、いえ、ジャンケンスカル、投げ通ってクラッシュトリガー。さあかなり粘りましたけれども、1ラウンド目取っていくのはエクレスツバキ、どうぞどうぞ、せっかくいただいたお土産ですんで。了解です。はい、20のゲームマスター。はい、では次ですね、入会議かっこ 1VS 意識低い格ゲーマーの集い B 兄弟。はい、まあ意識低い格ゲーマーの集いさんだけ、報告に来ていただければ結構です。向こう一人チームですんで。じゃあじゃんけんだけして筐体の 1P2P を決めていただいて始めていって結構です。The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. はい、お土産まだまだたくさん余ってますんで、ぜひぜひ食べちゃってください。僕も一つずつもらっとこ、 いります?どうぞ。さあニューサーティーン VS ニューサーティーン、さあこの会場でニュー対ニューが見られるとは。すごい、なんかそのブレイドキャバリエってなんかアンリミテッドみたいでちょっとかっこいいですね。引っ掛けてが当たると思ってなかった。使って、スパイク、ボディ、ブレイド、これは美味しい。 6D2DD6C キャバリエ、 5C2C、 さあ 3C シクル、 4B
ブレイド重力からのダメージ取っていくよ。4B おっとスパイクチェイサーがスカルシックルからのガードが硬い。消費からラピッドサルに行くバスト吐いてブレイド 3C ガード我慢してさあジャンニシーカウンターバスト打ってあ当たらない。重力のせいで前になかなか進まない。ジャンニリーさあギリギリまで追い詰めましたけれども勝ったのは YOSHIKI NEW 13。さあそれでは次の試合いきましょう、瞬間バカ力 VS 絶対いきます。影響体でお願いします。全然追ってなかったここ。瞬間爆力、日記白面藤原ズライルいますか。あれ日記さんがいない。日記めー、日記めいるかい。トイレ、ああれ日記めんだ。止まったぞ呼んできてください。止まった、動きを停止した。電池でも切れたんだろうか。そう今ここに来てますね。はい OK です。先方キャラクターも申告いただいてるんでどちらが出るか。はいそれではスタートして始めていってください。これ受付に置いといてもみんな食べてくれないからあそこのとこ置いときましょうかね。あっネシカの忘れ物、違うこれ、これアイミーじゃないか。あおめえのか、おめえなんですぐおめえを忘れんだよ。おめえなさいしないといけないね。さあ戻ってきたらヒルンスを決めていた、そしてグローラーやり返す 5B 西がジャンニシに潰される。バックセ裏に回ってタイガーコブラレオパルド弱点つけてダウン取って中段なーっと確認できなかった、引っかかって 6D から着地下段
そう通して 6C6D 6C クラッシュ取りが少しはやるよレボン2アクション。バカ見えるかほらもうシャーク おーはいろいろあったグローラー読んで証券が消える受け身を取らなかったダメージが増加する結局弱点からの中段見せて投げる弱点つけて受け身取らないミスって投げ抜けてぶん殴られる。さあ流れを取り戻したか。最終ラウンドグスタフ触ってめくりめくりでしょ打っていく。さあここは様子を見て後ろに下がる 5D グスタフ避けて突衝撃画面端 6C コンボが繋がらない。レキョ表だった 6D からの手だ OD いい判断東郷標人。さあバーストの相手のゲージをよく見ていましたが残ってる今絶対決まったと思ったのに残ってた。かっこいいっていう感じで終わるかなと思ったらあったっつって6へっつってまだありました。はい、B 兄弟、入会議過去一年一人チームの勝利ということで次はですね、イン2 VS53 難民あ、じゃあお願いします。はいはい、イン2と53難民チームイン2、ミロリーノエル・オノハーラクネ、そして、53難民はあ、来た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 。はい Action じゃあ先方お互い聞きましたんであとはじゃんけんをして B 兄弟始めていってください。さあすごいですね足元でのこう前に走ってくぐるくぐり合いでこの中も抜けるさあ今のところレディースペース前提通すくぐ投げ抜けるさあこのねジャンプを止めるのが結構ハークメン側のむずいところですね。あーっとなんか取れなかった。投げが漏れて起き上がり中段 OD ここは嫁ゲージの回収を優先そして無茶しない。さあワンチャンが入ってアストラルヒート
まずかったのは、これであれかな、2人抜きかなですね。絶対行きますの勝利、ジョン・ジン・グレイ・レディス、ミーゼロですね。はい、では次、影響体、自己満足 VS ノーム・ミサノー・ライフ。スサノーユニットの力、私に見せてみる。ダメです。ダメです。来てください。全国大会の予選です。はい、じゃあ先方を決めましたら僕の方向まで申告をお願いします。さあ、いただいたお土産ですけどね、あっちのテーブルの目の前の方に置いておきましたんで、皆さん自由に取って食べてってください。なんで、ここだとね、持ってく人が全然いないので。はい、じゃあ OK でーす。じゃあ始めてってください。自己満足 VS ノーマミサノーライフ。さてさてさて、結構進んできましたね。あ、ここか今。はい、じゃあ画面の方に戻りまして、さあ抜ける。さあ白面をかなり意識した動きになっている。ミルクティーライチが 3C、 なぜかカウンターヒット。斬鉄クラッシュ取りが 5C、 斬鉄これ同技ですが当たる。うわー、テミー白面にコンボが加わると恐ろしいですね。ハクチュン 6C6D で奥攻め 2D 取られている。 3C くこれはバーソー。さあ今日キレが良い特使いつし 4B 6D 出ない。ツバメ切られる。雪風なぜそこで出せる。こいつ倒せんで当たりたくねえ。いやでもね、あのね、オーディコンやってるからね、あの文句あんま言えないっていうか、なんかしっかりやってんだよな。うん、小学生でもできるってさあ、そして時報テイガーとそれに対してプラチナですかね。あー、確かにね、プラチナ今日ちょっと予選参加としては少ないですからね。まあ、あの予選自体はね、あのアウトレイジとかいうもうなんかあの
好き勝手やるぜみたいな感じのねチームが抜けてますけど、全然関係ないけど小池さんのその T シャツの背中に書いてあるの国士武装って書いてあるのそれ、え、あ、これすごいの国士武装かっこいいなそれ、やばい、それはリバサで撃つよ。まあ、チーム戦ですからね、あと2人倒せばまだ逆転チャンスはあります。リゼット投げてミサイルミサイルからのゲダンを刺す、橋に追い込んでバット、ロクシー紫投げ、さあ大ダメージ、大変なことになってバット、マーミーさあ 3C、 さあ受け身狩りだったが高速中断、バット際立った台風、さあいい感じに乗ってきております。よくね、爆弾さすがに高かった、吹っ飛んで爆弾投げて爆弾投げて泡置いて跳ね返る、距離を取りたい、猫カウンター、これも美味しい、マミサーキュラー 3C 泡を置いて 2C 置いたか、カウンターした泡に当たる、これはこの猫の強さがわからん、紫だけ完全に流れを掴んでおります。スパークガードしてバットですよね、 6A6C マミサーキラー 3C、 いやプレッシャー違う、ホールインメロディーだった、イン2の勝利、何対何でした、2対1、はい、2対1でイン2の勝利で、これで終わりですかね、あーちょっとまだチーム数多いから2打進行しましょうか、はい、ではですね B 筐体、ベスト8も行きましょう、クレス・ヨシキスズメ VS チーム神風 B 筐体いきます。大変なこと、あ、大変なことのような大変じゃないような忘れておりました、タオカカのペットボトルキャップを配布する、どうやって配布しようっていうのまで含めてね決めてなかったんですよね、そういえばそんなものがありました、はい、あーどうしようか、はい、じゃあすいませんね、今日出場登録をされた方でタオカカペットボトルキャップが欲しいという方は、あの来ていただくということでよろしいですかね、はい、あ、はい、2時半頃にペットボトルキャップ用意するそうなので、その頃になったらここら辺に来てください、よろしくお願いします、あ、そうですね、はい、まあ余ったらその時なんか考えます、まあね、かなりね雑でしたけど、一応あのあれなんですよ、あのもうあのテンポにお任せしますということになってましたんで、
まあ僕超欲しいし。さあ大将よくわかっている。そして気がついたらなんかプラチナが取りそう。やることなくなったよって。テリー白面がやることなくなったと。勝手に王に当たって死んだ。勝ったのはコテルプラチナ。さあ追い詰めるとか。いやーテリーメン、テリーメン、テリーメン無限して作ったゲージ全部吐いて、もうやることなくなったよって。自分で自殺。いやあのね、もう昔から思ってたけど、意外とね、こういう潔い死に方をするんですよね。さあ、勝ったのは、ノーライフの、ノーマミさんノーライフ。はい、では次ですね、これ、入会議先で、ああ、いいのか。そうしましょうか。はい、ではですね、入会儀括弧 1VS 絶対行きます。はい、入会儀つーか、トノンちゃん、あ、いるね。はい、 OK。 昔あの全然関係ない対戦会のところでテリー白面がゲージ8本あって、何もないところで雪風雪風って打ったと思ったら、ガタってテリーさんが席を立った時に、こいつはなかなか急ぎがいいなって思って大爆笑した覚えがあります。ブーンブーンって吐いて、俺のできることはもう全て終わったみたいな感じで、ガタって席を立った時に、やるなと、こいつはやるぞと。その時からのファンです。そしてたった一人でここまで上がってきました、トノンニュー13。さあそれに対してジン・レリウスチーム。さあこれはお互いに知ってるかどうかでかなり変わりますが、岡崎は一応いるのでどうか、リオさんがいるので。さあ重力、引っかかるが、とりあえず。後ろに下がる。初見。5DD、4DD、シックル、重力、置いて。システム始動。引っかかる、バス吐いて、さあチャンス、これは惜しい。 2D からのオフ攻め、ゴミ引っ掛けてが紫投げ、シックルストーム、雪風当たる、飛びが足りなかった、爆星からの惜しい、キャバリエ重力見せて、で飛行当たってしまう。おお、これは痛いミスか。捕まえて受け身取らなかった、凍結からのディレゲダン、バースト打って磁力ショーケン、さあニュー、さあ理解して 4B2DD、シックルストーム、テーダを潰してヒレソ割っていく、ニオキ暴れ、ブレイド、いろいろあったけど列強で割る、サンシーブレイド当たるからの置き攻め、ブレイドシックル、いろいろあって1入れ替わる、2へ暴れていく、抜けて、で、今日さあ、あの隙間を結構割られてます。磁力、置いて走ったが大きな目、ニーミーが刺さる。勝ったのはジョンジンということで、勝ち抜けはもう一瞬で終わってしまいましたけど、一人なので
絶対行きますチームです。では次、影響体ノーボミサノーライフ VS パニッシャーズ。貴様が兄さんに近づく限り何度でも消してやる。はい、ライチ対ハザマ。Please select your character.あなたに従う。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action. やあ、一体のが入った。あ、来ましたね。はい、すいません、ステッカー、これステッカーは全員分あるのかな。あ、はい、すいませんね、試合の途中ですけど、実況の方はちょっとこっちの説明というか、この参加賞のステッカーですね、たくさんあります。これも配るの忘れてたので、もうね、何回も予選やってるからいらねえよという人もね、結構いると思うんですけど、これとタオカカボトルキャップ欲しい方いらっしゃいましたら、こちらの方にありますので、どの顔のやつが欲しいとかあれば、3種類あるんで。はい、ありがとうございます。さあ試合の、あっと見せて、これは赤拾えない。ヒレン突を出したが、ボージャンディが当たる。カウンター、ゴシカウンターが両者カウンターヒットプラスちょっと距離が離れたので、さすがにクソ痛いのはなかった。ダウンを取って置き攻め、ジャンビ通す、ツバメからの前提通し、ゴシが追撃無理。なんだ、いろいろあって 4D ハカチュン、 5Bからの補正を切っていく、バースト読まれてが届かない。ツバメ対空打っていく、紫投げ白髪ツバメガシ、今のは素晴らしい判断。いや、かなり今怪しいなって思ったんですけど、途中でね、ラピキャンしてのゴミツバメガシ、素晴らしい殺し切り判断でした。Select your character. Iron Tiger. Platinum the Trinity.
The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action! よけられまい！グラブリー！よけられまい！さあ、この組み合わせ、先ほどはうまい具合にプラチナがテイガーを撃退していてましたが、はい、ではですね、 B 筐体続きましてイン2 vs ゲームマスター、はい、イン2手挙げて、はい、ゲームマスター手挙げて、はい、じゃあ先方決めましたら僕の方まで進行お願いします。はい、じゃあ B 筐体じゃんけんし終わってましたら始めてください。さあこれで A 筐体 B 筐体が、一通り終わりました。準決勝となります。今日は全国予選ですので三決は行わない予定です。はい、B 筐体のこのイン2 vs ゲームマスターが終わったら一台進行で行っていきますのでよろしくお願いいたします。ガキャン返して、ここは無理はしない、ファクからの引っかかる。私をここまで追い詰める。レボン3アクション。クラガイ大きいです、クラガイ引き止め、クラガイ強くこのドリームです。さあ追い詰めて、相手はテイガーですからね、最後まで油断はできないが引っかかる。さあワンチャンス、ここは流れを取らせたくない。バースト入っていくスパーク、さあ猫を引いた。テイガー戦でも非常に強力です。さあ猫が強い。勝ったのはコテルプラチナというわけで、これが 2-0 ですね。でも戦いなら僕たちだって負けませんよ。さあまだね、もう片方のチームの対戦中ではございますが、先に進めますか。それでは準決勝いきます。こっから準決勝です。クレス・ヨシキスズメ VS 絶対いきます。OK です。じゃあ筐体 OK でしたら始めてってください。Please select your character. Jinzubaku Yayoi.
そう、プラチナはね、エリア決勝にもいます。なんかひどく暴力的なコンセプトで集められたチームに。距離取る、ニュータイク、さあうまい、殺せ。昇竜警戒だったが、昇竜つかしたが後ろに下がって空投げ、昇竜すかして、ポッションなんか飛んでった。ニエがうまい、細を切って紫投げがダメ。さあ油断はできない、椿側もワンチャン狙ってます。中段通して、お気づきが上がり、なんか位置が6、まあ先投げ通していく。1ラウンド目ジョンジン、もしスカル足へこんで、デヒョウ噛み合わせていく、ニエ、ニエじゃない、ゴエか、暴れて、取って昇竜読んで出ない、レヒョウ割っていく、昇竜1入れ替えてタックル、カウンターヒットからちょっと溜めてからの 6C2D オーバードライブ、膝打ん、無双が標準、勝ったのはジョンジン。さあ大事な先鋒戦、取っていったのはジョンジン。全体的にうまい具合にね、あの二A対空が決まっていましたね。かっこいいタルーって。あ、今ですね、進行の方は準決勝第1試合目で来てます。さあただいまの試合は、クレス・ヨシキスズメ先鋒クレス・ツバキ VS、絶対いきます先鋒ジョン・ジン。まずはジョン・ジンの勝利、そしてグレイ・リリウス VS ヨシキニューサーティーン。うん、なんか全然わかんないけど、すげえ勝手なイメージね。あの人形にはなんかめんどくさいイメージがあるね、ニューは。そして決して知らないわけではないキャラというのも結構ポイントですね、岡崎ですから。さあ地方戦、後ろに下がる、飛び落として触ってからの崩して、はい、 B 筐体ゲームマスターの勝利ということで、これから B 筐体はの試合台になります。クーラム通して、これはとことん美味しいが、が立っている。さあ E2D タイク、クレセントからの重力 2D ガード、そしてさあ4名を召喚して当てる。さあ慎重に立ち回る、これは知っている、
シックルストーム、スパイクガンさせて走る、スパイクタイミングブラッシュ、嫁からのテイラー通して、さあ奥攻め、バクセ通す、一回しまってがそこの隙に中断さす、ガーガン切り返す、殴ってた引きずり下ろす、6へバーストめくっている、さあうまくフォローして置き詰め、プース空投げ、怖っ、さあ体力大幅リード、バーストあるとはいえ、さあどうする、ガーキャン、ここはジャンプ、そして読め、さあここはこうやって切り返して、いやつらは嫁がいるが、が中段、そしてデンジャー状態、クラッシュトリガースパイクチェイサー 6C キャバリエ、どうする、オーバードライブ、時間を止めてこれしかない、 4D、 あー引っかかった、遠距離からの攻防、勝ったのはグレイリリース。さあ地元対遠征の対決でしたけれども、いやーいい勝負でした、見事遠征を退けての、そして準決勝もう一つの方の試合に行きましょう。さあこれは、ノーマミサノーライフ VS ゲームマスター、さあノーマミさんのライフと決まりましたでしょうか、もう一つ、先方プラチナ VS レイチェル、さあじゃんけんして筐体を、さあもういろいろ決まってるようですので、いいタイミングで始めていってください。はい、それでは良ければ始めていってください。
Please select your character. Rachel Alucard, Platinum. さあ、準決勝第2試合。ノーマミサノーライフ VS ゲームマスター先鋒戦レイチェル VS プラチナさあ今日 A 形態の方ではおそらく初になるでしょう映るのはゼロレイチェルそれに対して今日は、コテルプラチナ非常にノリに乗っておりますこの辺がどう出るかさあ吸収して橋三四帰る二へジャンシーソダリスこれはよくやって防衛タイクになっている帰る当たって投げここは抜けて猫持っておっとアイテムが総裁ソダリス持って真美さんなんだと言われましたさああそこまで打っちゃったからもうごまかすしかねえとバットオーバードライブマミサーキュラー移動ロクシー装備してソロムもう打ってたからマミサーキュラーダリアこれは辛いがミラクルジャンヌさあワンチャン求めてジャンシーサンシーこれはレイチェルうまい 5cc サンシーからのカボチャ中段見えないハメ2A 5B6A 大砲サンシー帰るからの置き攻めハメが風がないソダリスガードして風を使って中段崩して 6A バーデンバーデンリリーで、勝ったのはゼロレイチェルあなたにはあなたの役割があるんだしっかり務めなさいなんかさ前のさここで大会の時にさレイチェル外行ったらセーラーブンってそれが出てたらもう VTR がないから先輩の後後ろから去年え コスプレサミット違ううんああなるほどこれこっちの声も入る、はい、入ってますよた多分ね僕のマイクの方がただでかいだけだと思う会場が違うね俺の声ほんと通らないんだよマイクでは自分の言うのもなんだけど僕の声響くからねうわこれどっちがアマネかわかんねえどっちも似たようなタックルツバメ落としてゲダン刺すバースト使ってジャンビジャンジビ降りるキャップ新章白髪チューン2へがダッシュ入らないあうまいっす落として爆発シュン A が短くない 2A5B4B トックルツバメ 6C 国士無双いい流れもういい流れですねこれは一気に決めに来た 4D これはいやいやこういうところだと大事ですね勢いはこれもなんか勝負の流れを取りに来た
奥へ早かった。 A からそして後ろに受け身を取る。奥へ体育よく見ています。走り抜ける、棒を設置して発射、立ち回り、フォローがうまい、起き上がり、ツバメ後ろから当たって、うわマジかよ、はいはい、うまっ、はい、次ですね、ここ釣られなかった、惜しい。いやこれはまだまだですね、まだ残っている。さあここは 5B4B タックル、いやいやまだ 3C6D ツバメ白髪チューン、耐えた、ここは逃げて、あこれはツバメ、あおーあーもう一回出てる、足りなければもう一回やればいい、足りなければもう一回打てばいい。今のもし最悪チュンがミスって出たとしてもチュン当たりそうな確かにの感じでしたけどね、持続当てとかになりそうな。まあまあベストのことを言うならね、そうなんだけど、まあ、まあまあ気持ちはわかる、自分のキャラクターがね下消えてるからね、位置関係とかなんかダッシュしてとかって、疲労度見せてガードされたら最悪だからみたいなところもあって、そういう判断になるのもわかります。さあそして大将戦ゼロレイチェル VS ミルクティーライチ、そうですね、チームとして勢いを持ってますが、それを先ほどゼロレイチェルはこの冷徹なプレイで乗り越えております。あーあるある、今のはちょっと怪しいなと思ってました。まあでもあるあるですよね、いつし、まあ、とりあえずガードさせて暴発した。さあレイチェル触りたいが白髪チューン、妨害的だ、西ツバメ 6C、 さあ置き詰め、さあ許されない、できるツバメ返し、さあ置き詰め中断、許されない。さああれは前転した時だけ、あのバリア仕込みながら発を打っているパターンの起き上がり狩りですね。後ろにバリアを仕込みながら発の入力をしているので、前転をされた時のみ出て、前転されなかったらバリアガードになるってパターンですね。さあ強気な前風、さあ流れが変わるか、中断通った。さあダメージは安いというもののガキャン、ガキャンが取れますね、ここまで読んで暴発した。ソダイリス、テンペストダイリアが残って、さあ中断がまだですね、これはリリー 4B5CC、 さあこっからです、アイリスツーバメ返し、通す赤ちゃん、いやー今の判断素晴らしかった。ちょっと遠かったですからね、どういう技振るかっていうの悩みどころでしたけど、ハクに入るのが早かった。いやー食い投げされてます。さあちょっと難しいところをこなしてツバメ、さあ大ダメージ、シュおーっと椅子がバースト打ったない、安く済んだ。さあこれがこの後にどう影響出るかですね。そうですね、レイチェルあたりにワンターンこう渡してしまうっていうのは、ただ今の攻防で風を結構使ったのでレイチェル的には後ろに下がりたい感じか。棒発射、タイミングずらす、さあ前突っ込んだバスト、そして風がない間に攻めたい、空投げ、お手前に降りて、信じろ信じろっていう応援が、投げ、逃げて対空している、いやーいい対空ですね。バウンドして、さあ風のないコンボをやって風回収、すかして、まあ、これはちょっとミスったが、ギリ風溜まった、ゲージを使って、ゲージ使ってが死なない、ワンチャンを通して、さあ信じろという言葉が、なまりかー、空投げが
時間が中断。三振で強襲。信じられたってさあギリギリの攻防です。使って棒発射、棒モードで当たる、発射、ジャンシー対空。さあフォローがうまい。ゼロレイチェル風を使って画面端、はい、見捨てフォロー、とりあえず逃げを選択、発射、発、ちょっと何か漏れたか、カウンター。さあこの状態、サダイリス、ガキャン、どうにパーボを取り戻したが、リリー。さあここはワンチャンにかけたいミルクティーライチ。まだオーバードライバー残ってますからね。そうですね、ツバメ返し。さあまだわからないがバースト吐いていく。さすがに吐かされた、その場を起き上がっと下段当たって、ツバメここガキャンで使ってロケドール、あっとミスて、難しかった、フォロー完璧。勝ったのはゼロレイチェル。さあ決勝進出は、ゲームマスターゼロレイチェルアルケミアまでです。いやー惜しかったですね。いやお互いにね、本当素晴らしい攻防でした。2ラウンド目まではターン完全にミルクティーライチがかなり勢い持ってたとは思うんですが、そうっすね、うまくいなした形となったでしょうか。さあそれでは今回は三決やりませんので決勝戦に参りましょう。さあ本日のエリア決勝への切符をかけた一戦、しょ、さあ絶対行きます VS ゲームマスターですね。絶対行きますチームとゲームマスターチーム、先方決めましたら申告をお願いします。どっちも銀は初かな、取ったら。どっちが勝っても今期の銀は初だね。ですね、俺みたいに4枚とかにならへんね4枚あと1枚集めればね、なんか金色に変えてくれるんじゃねえかなみたいなのあったけど、4回しか出られへんかったね。さあノーゲームの違う関係なかった、なんかねいろんな名前が混じってて頭の中混乱しているゲームマスターだ、うん、はいはい、じゃあ OK です。それでは参りましょう、筐体の方についてください。そうです、ウィスラーとマベンです。ああ、俺何も言ってなかったね、うん、どうも。では参りましょう、8月2日 BBCP アークレボリューションカップ2014アーバンスクエアオーステン予選決勝戦始めていきます。よろしくお願いします。どちらが取っても、まあ、あのチーム的にはね初の銀切符となりますこの戦いですけれども、先方まずはジョン・ジン VS、 さあこれはアルケミアマネですね。さあ結構でもアマネやらしいですからね。そうですね、ある程度やり慣れてないと翻弄されてなかなか近づけなかったりとかもあります。さ
あー、当たっちゃった。仕方ないですね、今のは。さあ、ここはガードさせられて。ファイナル、レベル3。さあ、流れがあまり良くないが。そうですね、ここからは慎重に立ち回らないと一気にやられてしまう形になりますが。そう、これね、なかなか。空気、よく上を見ています。空気、さあ上見ている。そうそう、さあワンチャンあるぞ。ダウンして、いろいろあった。逃げてアート Z。 西は使っているが、牽制を見せているか。ワンチャン取って、ドン、記憶月面、これはおお、もぎ取った。諦めないジョンジン。2ラウンド目、カウンター確認、コンボミス。おっと、しっかり主権の隙に油断させていく。スパイラル、さあこれでレベル33。バレファードガリガリ削っていく。これは厳しい。ひねるぞ。やるしかなかったまであるが、やるしかなかったまであるが、6射投げ、大ボテ投げ。あれはガーキャン仕込みですね。ディレイ6シミ、ガーキャン仕込み投げが入る。さあどっちも持っております。ふむき、反対飛んでった。いらん。さあ橋もゲージもちょっとなかったので、ちょっとここはそれの一発で終わって、ここはあまねのターン。ここからいや、それはね、ちょっとさあレベル3稼いでいく。さあ条件は整いましたね。これは厄介だが、処理読み。さあ先ほどのヒレンソを見てからのちょっと読みを入れたんでしょうが、さあこれはきつい、これはきつい。この流れになった時のアマネ戦、マジきついね。そうですね、うん、この序盤からの、ね、流れをね、この結構意識させられますね。こいつの逃げは結構強いですから。逃げが強いですし、今回スパイラルでレベルがすごく溜まるようになったんで、追わざるを得ない。そうですね、ドリルのゲージが減らないっていうのもあって、でかつさっき の、 あの飛翔剣とかで嫌がらせしようと思っても玉無敵ついちゃってるんで、こう安直にはこう邪魔ができないってあたりが面倒くさいところではあるんですけどね。でそして前に出るときに、まあ、頑張って走るか、上からだけどやつは対空も強いみたいなところが非常に厄介ですね。なんかちょっと違うけど、疑似的にニューサーティンを相手にしているような、まあ、なんか確かにいやらしさがありますね。そしてジホー、ゼロレイチェル VS グレイレリウス。間違えてスタイリッシュ選ばないでくださいね。さあでもグレイさん、ここまでちゃんとって言い方は失礼ですね。ものすごく乗れてきているというか、かなり今回なるほど来てる波があるような気がするんで、あ、じゃあ最後まで油断はできませんね。さあチームとしてはゼロまだ後ろに残っております。お互いのね、このチームのね、後ろに仲間を引き連れての全国大会ならではのこの空気ですね。さあ風を使って一気に攻め立てる。ゲランガードが最後に崩れる。この位置ならまあ風がなくても、そうですね、その後の置き攻めに風が出てくる。バスト打って追い込まれる。さあ風がない。これこの位置めんどくさいです。 6A5A6AA、ロベ 6A4B 3C 変える。さあ置き攻め、これが通る。 5B6A4B 5CC かぼちゃ変えるからのはめ、この流れです。そうなんですね、あのなった時のレディーさんキッズは結構なものですからね。あれもうなんか結構誰でも関係ねえみたいな死に方するからな。まあまあ確かに、やっぱ置き攻めが強いキャラクターはそういうところが非常にいいところですね。
からの置き攻め。ただ置き攻めといえばこのレリウスだって負けちゃいないですからね。そうですね、中断攻めというか固めというか遅い中断なら見えないわけではない、見えないわけではない、見えるわけではない。さあ端から端へ反対側に行っている。これは位置入れ替えて、おっと出てトス、出なかったか、設置がなかったですからね、いろいろあったえ。ガキャン切り返す 3C、 さ風 3C がちょっと、さあジャムがカウンターで当たっている。さあガーキャン読みを随所に混ぜて、ガーキャン返して、さあ耐え切った、耐え切った。さあ中段通して、さあどうする、 3C からかぼちゃ、さあ全体許さない、ソダニス、これも死んだか。 6A バーデン、バーデンリリー、まだ斬新、勝ったのはゼロレイチェル。いや先ほどのあのガード耐え方素晴らしかったですね。ですね、というわけで、優勝はゲームマスターゼロレイチェルアルケミアまでです。おめでとうございます。いやみんないい試合を非常にですね、見せてくれましたね。それでは、優勝チームに一応インタビューの時間をちょっと賞状を用意する時間稼ぎもありましてすみません。はい、じゃあ優勝しましたゲームマスターチームの2人に一言ずつコメントをいただきましょう。じゃあどちらからかな、じゃあゼロさんから、はいコメント、じゃあ今日とりあえず優勝しまして、これからこの後エリア決勝ですけれども何か意気込みがあれば、とりあえずここの絵を倒さなきゃいけないと思うんで倒せるように頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。はい、まあここの絵相手にはまあちょっとゼロさんの任せなんで、あとはまあ自分が頑張りたいかなと。おお、なるほど。レベル3にして削り殺す、はい、削り殺す、頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあもう一度本日のまあ銀キップ予選優勝しましたゲームマスターの皆さんに盛大な拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは先生ね、賞状の授与と写真写真撮影があります。公式サイトの方に載せなければいけないので。それと、恒例ですけれども、個人情報とかの記入のやつがありましたよね、確か。あ、大丈夫ですか。あ、OK だそうです。大丈夫だそうです。はい、それでは賞状の方をお渡しいたします。ゲームマスターの皆さんに、銀切符の方がお渡しされます。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ写真の方を撮影をついでにその辺で、そしてこの後、一応予定では4時からエリア決勝となっておりますが、みんないるのかな？これ今日って3チームですか？ 3 チームですよね。確かね、いるにはいるはずなんですよね。まあ、ベンさん、久保さんのチーム、今日抜けたチーム、アルユイカ。え？あ、そう、4チームだ。リオンハッシーがいる。ハッシーくんがまだか、知らないか。あ、そっか。で、全部で4チームか。外、今日以外が3チームってことね。なるほど。ハッシーってどうなの？うん。あ、いや、
あの予定4時だけど、あのもし全員集まってるようだったら別に繰り上げてもいいよっていう話をしようと思ったけど、いないようなので、まあ一応予定通りってことでいいですかね。はい、まあその代わり4時になったら問答無用に始めるけどね。うん、いやそれはね、いなかったらそいつが悪いよ。まあまだ時間ではないのでね。ちなみにこれトーナメントですか、リーグですか。はい、トーナメントでやれるときはトーナメントということで、くじを引いていただいてトーナメントを行うということになるそうです。よろしくお願いします。
タオカカのボトルキャップ、予選参加者希望者にお渡ししております。希望者は配信席までどうぞ。タオカカボトルキャップ全3種類あります。なんなら希望者に3種類ともあげてもいいかもね。あの余ったら全部フロンさんがいただくそうなんで、はい、欲しい方はフロンさんまで、フロンさんがもうガードしてるんでフロンさんまで。では、大会で使用してた筐体も、一旦の試合用に開放しますのでご利用ください。こちらの筐体の通常ゲームコイン投入締め切りは、15時55分頃とさせていただきます。15時55分までこちらも、通常ゲームで設定し直しますのでご利用ください。はい、あの大会台も一旦通常稼働に戻しておりますので、の試合やりたい方はどんどんどうぞ。こちらは、15時55分頃まで、の試合稼働とさせていただきます。タオカカのボトルキャップみんないらないの？3種類集めたい人ももう一回聞いていいよ。なんかフロンさんちの子になりそうな勢いやね。フロンさんちのタオカカ軍団、あ、そのテレビの前に飾った写メをぜひツイッターに載せてください。怖い怖い、レバンダ前、
ゆっと落ちろ前ゆっと前こっちですがゆっとこっちから面白い面白いどうですそんなもんそういうことかもう逃がしませんでいきどうです面白い面白いどいてくださいどうかを騙すことでいきますよまたよいしょゆっと伸びます出ますどうですかもう逃がしませんよこっちこいななんだこれは攻撃を解放破壊しろお強く次はどうするなんでここは次よいしょまあロイヤーイグニスどうだまだ終わらせる行け連続これからこれがこれはロイヤーお強いここは行きますよ待って伸びますよっと行けどうなんだ破壊しろこれそうディストーションフィニッシュ大佐に付き合うのは Rebel 2 Action おっと危ないゆっとレバンだゆっとゆっとゆこいきますよゆっとこっちでいきますよこれからまだどうだこいな甘すぎですここはよいしょもう少しまだまだロイヤー行けこれからどうだここは本気を出す伸びていくのいきますよこれはどうだ侮ってよよいしょ面白いことよし、面白い。こっちでいきなりどいてください。こいな。なんだ、なんだ。あいつもそういうことで、こっちこっち。面白い。よし。面白い。面白い。よし。どいてください。よっ、こういう。よっ、衝撃を解放、破壊しろ。お強いや。こう、いきますよ。これはどう、倒す。前。こうですか。こう、いきますよ。前。伸びる。いくぞ。まだね。よっと。よっと。あいくつだ伸びます伸びますあいくつだどうだ甘すぎですレバンドここを押さえ行け剣術師行けロイヤー行けこれからワーコックまだ終わらず剣術師行けまだ終わらず行けロイヤー行けこれからコスキアイクこういうのはどうですでは行けあいくつなんだ行きますよ面白いこういうのはどうですよっノフを見ているレバンやれやれ前この体では入らないこっちからどうですか面白いこれほどいい加減終わり Rebel 3倒すもう強い今だ次はどうするロイヤーイグニス何するんですかもうまだここはまだロイヤー連続だこれからもう強いどうだ研究してどうだ行きますよこっちからここはこっちで面白いレバンだこっち行けどうだ研究してどうだロイヤーまあロイヤー連続だこれからここはまだここはロイヤーイグニスもう勘弁もう一度ロイヤー参りましたこれから油断してましたね軽い国境ざっくり次はどうだ甘すぎてもその体では耐えお強いもっとデストーションフィニッシュ起きろ狭間レベル4アクションおっと危ないレバンよっとこっち行きますよこれはどうです破壊しろ行きますよ連続だ行きや待ってこっちこっちこれからもうロイヤーイグニスこれからどうだこれがもうどうだもうこれがどうだこれがもうこうだこれがもうもう行けまあロイヤーまだ本気を出しな待って伸びますこうだこきゃもうロイヤー行けこれからここはもうロイヤーイグニスまだロイヤー行けもうここはこれからほらがもう強い油断してましたねこっちでこっちでってよレバンズノーダノーダノーダいけまだまだ起きろ狭間レバル5
アクション。行きます。こっちですが、もっと危ない。前、ほら頑張って。倒す。前、連続だ。よっと、こっち連続だ。こっちで。面白い。どいてください。では、いか。面白い。もう、私は至って健康ですよ。ほら、よく見てくださいよ。あなたも心配性ですね。Comes a new challenger. Please select your character. New 13. The wheel of fate is turning. Rebel 1.どうですか、待ってください。まだですよ。待ってください。伸びていきますよ。これから、こうだ。じゃあよ、冒険人。こ
Select your character. Hazama. Watashi to yaru. The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action.危ないな。スバル。次元状態。おっとと。さあ。こ
Select your character. Platinum the Trinity.
The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action.複数の存在を確認。Here comes a new challenger. Please select your character. Kokonoe.The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. ではちょっと人が戻ってきたみたいなんで、一回出血を取ろうと思います。よし
はい、じゃあの店舗代表取られた方で、銀切符と一緒に白い紙を渡されたと思うんですけど、一応出血の確認のためにあのいただきたいんです。白い紙だけでいいですよ。はい、マベンさんありがとうございます。はい、エリア決勝へのエントリーシートという白い紙、はい、久保さんありがとうございます。すいません、もう一度確認ですけど、今日参加された方でタオカカンペットボトルキャップを改めて欲しいという人がいらっしゃいますでしょうか。特になければこちらの方で適当にやりますけど、欲しい人います？まあですよね。なんならあの3種類とも揃えたいって人もいいですよ。本当ですか？何が欲しい？自分のね持ってたやつがどれだか覚えてるかいっていう。そういえばうちの店ってあのなんだろう、予選期間で結構後半、ね、どの顔です。だから皆さん割と行き渡ってるんですかね、参加された方。人数多いやつにする？どれか一つ。あ、でも全部あるけど、さっきこうちゃんが持ってったやつ以外だと。あのタオカカのやつってあの24個各店に配布されてるんで、参加者数見ると結構飽和してるっぽいんですね。うん、あ、うん、いいよ、大丈夫だよ。なぜここに。はい、ありがとうございます。まあ普通の顔だからね。The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. Ignis, Gira, マルライオン。さあ見せてくれ、それも面白い。これはい、じゃあ店舗代表を取ってる方で白い紙ください。エリア決勝エントリーシートっていう白い紙を銀切符と一緒に渡されたと思うんですけど、どうやらハッシーさんがあれだ、コスプレサミットに拉致られたっぽいんで、まあ、ギリギリに戻ってくるみたいなね。ハッシーさんは置いといして、あとね、この参加賞のねステッカーね、これがねあとね48枚あるらしいんですよ。これ、あ、向こうにまだあと30枚ある。あの欲しい人いたら持ってってください。うん、何枚でもいいよ、適当に。多分ね、そんないらないと思うんですよね、みんな。持ってけ持ってけ。あのうち3タイトルともやってるんで超余るんです。うん、確かにね、3タイトルやってるからね。でしかもなんかギルティでも配布忘れたらしくて。はい、そうです。あのだからそれ用にあの 10枚ちょっとはちゃんと取っとくんですけど、すいません、なんかいつもこういうの忘れちゃうんです。ごめんなさい、本当にごめんなさい。一応店舗にお任せっていうことになってるんですか、これは。
さてさて、あ、お久しぶりです。はい、うん、いや、なんかあの橋井さん、ひょっとしたら来ないんじゃないかと思って心配してた。ハッシーならあるいわみたいな。さあ、4時からを予定しておりますエリア決勝です。55分にコイン投入締め切りとなりますので影響対55分までです。くじを引いてのトーナメントとなります。うん、予選取った早い順にくじを引くってことでいいかな。はい、そうですね、4チームにあのくじを引いていただくんですけど、先ほどうちで代表を取られたあのゲームチームゲームマスターの方はあの自動的にあの最後残ったくじになりますので、そこだけご了承くださいね。くじは、代表を取った早い順から、引いていただくことになります。Jin Kisaragi.The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action! Shoken! Nore! Counter! Shoken!ほれ、移動、それは、ほれ、移動、ソラ、ヒチ、ノレ、
乗る。そら、ギャンブル。ギャンブル。乗る。行くぞ。そんなもの続けろ。それで行くぞ。それで、それで、それで、ライアー乗る。おい、そこに距離を離す。行くぞ。そら、そんなもの、そんなものか。行くぞ。行くぞ。城壁解放設置。ほら、ドーン。ほら、まだだ。ほら、ヒードプス乗れ。乗れ。いや、ガンブル。遅い、行くぞ。そこまで。どう、無双。そんなもの、そこに行くぞ。行くぞ、そこに行くぞ。そんな続けろ。どう見るか。そこに行くぞ、無双。ここまでね。無駄なこと。レボー2アクション。おい、よく読めるぞ。そう、あと、ほら、移動。おい、絶対ジット。ヒーローのディディ。なんか、ほら、もうこのまま情報する。いや、いけ、無双。そっ、無双。はい、そろ、そんなものか。そこか、そこか。ノロ、あまり動くに。ほら、じゃあすいません、今 A 筐体でやってる試合、この試合でラストでお願いします。気持ちだけは認めて。レボー3アクション。それで、おそらく重大だ。そこに行く。お前、無双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 。それで、そこに行く。続けろ、続けろ。階段階。そこに行く。無双。おそらく。お前、せっかくの安直だ。行くぞ。そら、ドーン。いや、いや、読めるぞ。行くぞ。そこに続けろ。その程度。そら、絶地。ジャッド。はい、飛翔拳。ジャッド。行くぞ。無双。無双。無双。それで、そこに行く。そこに行く。無双。衝撃解放。キャンプ。いけ、そうです。そら、裏をかけ。うまく移動。アンカー。ほら、移動。ジット設置。おい、ジット。ジット。ドーン。ほら、ジャンプ。裏を。移動。おい、うまく。ほら、ジット。スーパードーン。ほら、ジット。アブソリュート。これもちょっと、無形だ。無双。どっちの道を。いや。所詮この程度か。第七機関の科学者ごときで、デシャバルナ。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、まあ適当に準備をしまして、その後、今日のエリア決勝はトーナメントになりますので、くじを引いていただいてということになります。
はい、そろそろ4時になりますので、それではですね、まずは、このエリア決勝のトーナメント4チームでのトーナメントのどこに入るかを決めていただくためのくじ引きをしていただきます。そのくじ引きの順番ですけれども、このエリアの、テンポを取った順のチームでくじを引いていただくことになりますので、よろしくお願いします。さて、まずはですね、どこからでしたっけ、津島か、津島だから、リオン発信、うん、じゃあ、リオン発信チーム、エリア決勝のトーナメントのどこに入るかを、まあでも、ね、初手はね、どうも関係ないからあんまりそう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 、せーのドン、2番、さあ2番に入ります。あっ、対馬店代表、これガラスの花園って読めばいいのかな、リオンニューサーティン発信陣。さあ続きましてですね、次はゲオパかな、ゲオパーク森山代表アルテ国。さあ代表者くじを引いてください。4番、分かれた分かれた、少なくともここではない、直接は。あー、これはどうかな、ここの絵同士になるのか、それとも、さあ3つ目、これはエイジスクエア、伊勢店代表アウトレイジドン。3番、ゲオパーク森山店代表アル帝国 VS、アウトレイジですね。ここの絵同士来たか、これね、これね、ちょっとね、あれですよね、意外と因縁あるんですよね、ここ特に久保ここの絵というわけで自動的に、アーバンスクエアオーステン代表のゲームマスターは、1番に入りました。そうなんですよ、まあ、メンバーがね、今回マベンクボっていう形で組んだのは初めて、あ、いや、あ、ごめん、今回のアークレボのブルーブルーでは初だよね。だから、以前アルテ国を別のチームで組んでた時には久保さん倒してたりとかもしてるんで、まあ、本当になんかも何とも言えないんですよね。さあというわけで、このトーナメント表通りに上から進めていきましょうか。はい、それではですね、エリア決勝だいだ、え、ゼロさんの準備してる、あー、じゃあそれちょっとラストで、間が空いてしまったあのね、これね、さっきね、僕実はツイッターにも書いたんですけど、マジでわかんないんですよ、優勝予想。本当にわかんないんです。マジでわかりません。それぐらいなんか、結構ね、各チーム拮抗してるし、過去の予選での結果も、結構ね、倒しつつ倒されつつみたいな感じになってるんで、本当に予想ができないですね。じゃあもう、どこが勝ってもおかしくない。おかしくないですね。おかしくないし、納得いく。はい、まあ、改めて、まあ、注目するところがあるとすれば、まあ、今日抜けてきたオーステン代表、アーバンスクエアオーステン代表のゲームマスターの勢いがどうかっていうところですね、うん、あとは、まあ、今まで通りの試合ができるかどうかとかもありますし、まあ、先ほどの試合を見てる限り、さっき来たばっかですけど、ハッシーさんの陣も、ね、かなり鋭い動きをしてましたから、いつも通りの彼らしいなんかキビキビとした、それがまあ常に発揮できれば、まあ、いい試合ができることでしょう。ガラスの花園ってラブライブかって、のぞみ派だっけ、のぞみ派ですね、エリチーですね、ハッシーにしてはエリチーは随分と長く続いていると各方面から評判ですけど、今までで一番長い。
お、それ、あの何それ、推しメンの色なの？あ、彼の、あ、なるほど。あ、エンス。さあ、ラブライバー。あの、自分をね、こういうエリア決勝とかってね、高めるものは結構重要ですね。あ、そう、そうですね。これ、なんでサイリウム持ってんの？あ、これで応援するから。あー、なんかね、あれでしたね。そういえば、エクサムカップ、なんか、随分とサイリウム持って応援して盛り上がったっていう話を聞きまして。格闘ゲームでもサイリウム持ってね、この、応援するのがね、熱いんじゃないかと。まあ、ぜひ、それをちょっと今日ね、まあ、サイリウムの数は少ないですけども。エクサムカップの第1回の時かな、多分。うん。さあ、じゃあ03 OK ですかね。それでは、ゲームマスターガラスの花園のそれぞれ先方のキャラクターを決めて申告をお願いいたします。15分持つってこと？あ、15色。あ、へえ。すごい。あ、水の色全部ある。はい、よろしいでしょうか。それでは筐体のじゃんけんをしていただきます。進んでます？まだですよね。はい、ワンピツーピー決めました。じゃあ先方お互いに聞いております。先方ニューサーティーン VS レイチェル。さあ、それでは始めていきましょう。アークレボリューションカップ2014アーバンスクエアオーステンエリア決勝第1試合始めていきたいと思います。よろしくお願いします。そうです、エリアです。決勝第1試合に先方リオンニューサーティーン VS、ゼロレイチェルですね。さあ、先ほども言いましたけれども本当にどこが勝つかわからない。そしてキャラクターのねダイアグラムとかはまあ細かいことわかんないですけど、キャラも多いし、そのダイヤ通りにもなかなか終わらないのがこのやっぱ全国予選っていう風なところもありますからね。本当にどうなってもおかしくない。いやー、喉が渇いてきた。望みを絞っと。ニューサーティーン対レイチェル。ガラスの花園で3回抜いたってコメントはちょっと何を抜いたんでしょうかね。